はいそれでは本日は一級建築施工管理技士の学科試験平成25年問18番共通項目空調設備について解説していきたいと思います問題は番組タイトル下の説明欄にも記載されてありますのでそちらからもご覧ください空気調和設備に関する技術として最も適当なものはどれか1パッケージユニットは機内に冷凍機を内蔵するユニット型空調機である、えー、こちらの問題は正解ですまずこのパッケージユニットという言葉なんですけども、えー、こちらはですね 室内機と室外機ですね。このエアコンの室内機とエアコンの室外機。これがセットになっているものと思っていただければいいです。これはですね、まあ、特徴として温度の調整ができるというのが、まあ、特徴になっております。まあ、温度は基本的に調節できるものではないかと思うんですが、あの調節できないものもあったりします。でですね、まあ、その温度の調整ができるというのが、まあ、特徴になっております。まずこれはですね、この、えー 室内の空気をですね、こう取り、あったかい空気を取り込んでいきます。まあ、寒い空気でもいいんですけど、ちょっと夏だと仮定してあったかい空気を取り込んでいきます。でまあ、フィルターが中に入っているんですが、そのフィルターを通り抜けて、そして暖かい空気を室外機に、こう、音風として流します。そして、ここに熱交換器とかが入っているので、それで空気を暖かくしたり、冷たくしたり、まあ、自動調整できると。ここにも熱交換器が入っているので、それで冷たい空気をこう、送り込んでいく。これが、パッケージユニット方式の室内、室内機と室外機の働きになります。 この室内機に関しては、えー、冷凍機を内蔵し、送風機、えー、冷却コイル、そしてエアフィルターなどを組み込んだ、まあ、ユニット型の空調機というものがこのパッケージユニットになります。今回、えー、言葉に出てくるこの冷凍機を内蔵するものと書いてあるんですけども、まあ、こちらに関しては温度を氷点下まで下げ,下げて熱を移動させる設備ですね。なので、このようにですね、あったかい空気が入ってきたら、この冷凍機によって冷たい温度にしてこの熱をこう あったかい熱をここまで移動させていくこれが、えー、この冷凍機の役割になります1番に関してはこちらのことを言っておりますので正解になりますそれでは2番ファンコイルユニット方式の四管式配管はゾーンごとに冷暖房の同時運転が可能であるえこちらの問題は正解ですこのファンコイルユニットというものは何かというとこのようにですねファンとコイルですね送風機と熱交換器が一緒に入っているユニットこれがファンコイルユニットになります このファンコイルユニットなんですが、この、えー、送風機と、えー、熱交換器をひとまとめにしたボックスになります。これはですね、二貫、えー、式配管、そして四貫式配管、まあ、その他の配管などがあるんですが、えー、今回はですね、四貫式配管、こちらの問題になります。この四貫式というものは何かというと、あったかい熱を、えー、送って、そしてあったかい熱を返す、そして冷たい熱を返して、冷,冷たい熱をいって、そして冷たい熱を返すとあ風、風ですね、を返すと、このような四貫式になっているということですね。 なので、このような2巻式に関しては、1個、1個のところをつなげてしまうと、こっちの冷たい方はもうつなげれないという形になります。なので、わざわざ切り替える必要がある。これが2巻方式になります。ただ、4巻方式に関しては、各ゾーン、4巻の各ゾーンがあるので、この4巻,4巻の方式に関しては、各ゾーンの冷暖房を同時に運転することができるというのが特徴になっております。なので、2巻方式よりも、4巻方式の方がコストはかかってしまうんですが、このような、 うまく凡用して使えることができるので、2番に関しては、このゾーンごとの冷暖房の同時運転が可能であるということは、こちらのことを言っておりますので、2番に関しては正解になります。それでは3番を飛ばして、まず4番からいきたいと思います。それでは4番。冷却灯は冷凍機内で温度が上昇した冷却水を空気と直接接触させて、気化熱により冷却する装置である。こちらの問題は正解です。まずこの冷却灯という言葉なんですけども、熱交換器の巨大バージョンと思っていただければいいです。 まあこの冷却塔というものは何かというと、えー、ビルとかショッピングモールの,の屋上ですね、屋上に基本的に、まあ、大型の施設に、えー、屋上に設置されている、これが、えー、冷却塔というものになります。多分あの、Google でしゃ、し、えー、なんて言うんですかね、この冷却塔と検索してもらえばあ、このことかと思うんですけれども、まあ、巨大な熱交換器になっておりますで。これの役割なんですけれども、まあ、このようにですね、えー、上、 このように、えー、ファンコイルから冷たい空気を送って、そしてあったかい空気がこの,この冷却灯からどんどん流れてきます。まあ、このような、この上と同じシステムですね。この、えー、冷凍機で氷点下まで下げて熱を移動させる、あったかい空気をこのファンまで送ってくる。これの、まあ、でかいバージョンですね。室外機のでかいバージョンとして、この冷却灯がこの冷凍機から暖かい空気が送られてきます。そしてあったかい空気とあとは室,、えー、室外の温度がこう中に入ってきて、それで、えー、このあったかい空気を冷やします。 暖あったかい空気を冷やすことによってこの、えー、気化熱というのは蒸発熱とって水滴になります。そしてるとくなるとですね。なのくなった水が、また、えー、このえを通ってて冷たい、えー、空気になって帰っていくという流れになります。なのでまあ要はあったかい空気が出てきてここでわざと冷たくしてこの気化熱というのはまあ蒸発熱といって水から温度を奪い取ることいこと,ですということですね。なのであったかい水から水、空気、えー 温度を奪い取って温度だけまあ上昇して冷たい水だけポタポタポタと下に落ちていってまた室内に引きますよというこのような構造になっております。なのでですねこの冷凍機から運ばれてきた暖かい,空気、えー、暖かい風ですねを冷却等でこの中で冷や,冷やして冷たい水を作るということになります。なのでこのようなシステムで、えー、この冷凍、えーとまあ、暖房とか冷房とか動いているという流れになりますので,あれ冷,房です、ね、冷房に関してはこう流れているのでこ,ちこのような感じで覚えていただければいいです。4番に関しては こちらのことを言っておりますので正解になります。それでは3番、単一ダクト方式における C.A.V 方式は負荷変動に対して風量を加える風量を変える方式である。えこちら問題は不正解です。えこの C.A.V 方式というのはですね、風量を変えることではなくて一定の風量で温度が変化するというものが結論になります。 まずですね、この単一ダクト方式の CAV 方式の問題になるんですが、1個ずつ細かく説明していくと、まず空調設備というものがザクト、単一ダクト方式と二重ダクト方式があると思っていただければいい、ちょっとこれザクト書かせていただきました。その中で、この単一ダクト方式というのは、冷風または音風の単一のダクトで送っていく。なので、冷風を送ったら音風は送れないよというちょっと難しいシステムになります。難しいというか、機能が悪いシステムになりますで。二重ダクト方式の方に関しては、 えー、冷風と温風別々に送って温度の調節ができるという、まあ、えー、凡庸性の高いものになります。コストはかかるんですけども、まあ、このような2つがあるということですね。で、この単一ダクト方式というものは、さらに2つに、えー、枝分かれします。この低,低風量方式、そして変風量方式に分かれます。この変低風量方式、こっちが CAV ですね。CAVA、コンスタントエアボリュームというんですけども、このコンスタントというのは一定という意味です。なので、一定の風を、えー、ずっと。 送り続けて温度は変化するというのが低風量方式になります逆にこの変風量方式 VAV と言われるものなんですけどもバリアブルエアボリュームというんですがこのバリアブルというのは変化し、えー、変わりやすいという意味を持っておりますなので変、えー、風量変化が可能な で、一定の温度という形になりますので、この低風量と変風量、これ変わってきますので、こちらも覚えていただければと思います。今回の問題に関しては、CAV 方式、こっちですね。CAV 方式に関しては、風、風量を変える方式であると書いているんですけども、風量が変化するのはこの、このこの VAV 方式になります。なので、このここはですね、英語を覚えていただければいいです。CAV、これコンスタント、コンスタントのエアーなので、一定の風。 で、この VAV の VA に関してはバリアブルエア、変わりやすい風ということでこのように覚えていただければこの3番に関しては分かりやすいのでこちらも一緒に覚えていただければと思います。3番に関しては不正解になります。以上のことから今回は3番が間違えているので3番が答えとなります。